こんばんは、めちゃんねのみです。どうもよろしくお願いします。雪は止みましたが、まだ橋橋に残ってる感じです。チェックアウトしてきました。2時に目覚めて眠れませんでした。ほんで早く用意してたら5時の電車に乗れたのに調べんとグラグラしてたから次の電車が今から行く電車です。まだだいぶ時間はあると思うんだけど、あーちょっとタバコ吸いすぎてしんどい何もやることないと、つい手が口寂しくなってしまって、めっちゃ暴飲暴食しましたね。怖いですわ。昨日は大ではないんですけど、ちょっと大きめの浴槽があって、シャワーブースが2つしかないんで、すごいちっちゃいお風呂なんですけど、そこへ行ってきました。狭いバスタブでやんのしんどいな思って、誰も入ってこなくてよかったです。妊娠してんのって言われるところで言われたら来年生まれるんですって言おうかなと思っとったけど、誰も来へんかった。ほんとさん、なりたかったのに今なってるというまあ私は子供育てられる能力ないやろうね。精神的な面よりも肉体的に多分無理ですわ。お土産買ってないなぁ。昨日長傘を買ったので、一昨日かリュックの横の紐にかけてます。これで手軽に杖だけでいけます。部屋のね、バンド開けようと思ってもね、結露がすごくてね、私ライブの時開けていったんですよ。ほんなら机の上べちゃべちゃになってて、もう電話も水浸しな感じで、一応電話は大丈夫でした、使いました。なんか空調が熱くてですね、あ、しんど、心の臓が痛いわ。昨日の夜からは患者にの歌を聴いています。もしかしたらまた8ビートに戻すかも。キングオブ男と何やったかな、
5人バージョン聞きましたね。あれって思ってそうか、まだちゃんかショウちゃんとマルちゃんでしたよね、貧乏男は。あの手ガシってするシーンのガシ。タバコやめたい。帰り買って帰ろうと思ったけどやめようかな。いいやつが見えてきました。コンタクトなんで画面が見えない。画面は取るんだけど出されへん。もう喉もカラッカラです心臓痛い。これあるか、なんか時間はある。どうかか、早いですね。何にもしてないな。今年はうつと YouTube 1周年1周年で100人いかなかった厳しいな。誰かゲスト来てほしい。なんかいいゲストいてませんかね失礼な言い方。なんかバズりたいですねなんかアイデアないかな。なんか前デートってちょっと鬱陶しいなと思って正金さん外したんですよ。今度マスオさん結婚ってうるさいから外しました大人げない大人あ、ほんで引っ越したのねとか思って、一緒に住んでたらプロポーズも何でもないやろうと思うねんけど。それをもう動画にするYouTuberの根性でしょうか。
本当に窓口じゃないとあかんと思うんけど。どんな状態ですかね、今ちょっと今キックをしてお金入れて箱です。はい、何も出てきてないです。出てきてないです。いくら入れました？3,410円です。3,410円、ちょうど入れられてます。はい、大阪まで行くので、で、乗車券買われたから、ね、はい、キックも何も出てきてない。何も出てきてない。品はこれで買ったんやけど、これで買ってみて、3,000円の。普通に売ってるんですけど、取引してた時が中で詰まったから抜いて、ちょっとブザーが鳴りまして。あ、発が悪かったかな。もしかしたらそうかもしれない。で、いたら大阪の今日の乗車券だけですか？そうですね。今日の分で、はい。ちょっと今中確認してるので、少々お待ちください、ね。はい。すみません。何て言うの？ 3,410 円取ると、特に大阪の女性だった。ここはあんまり何買えないですよね。出てない。切符も出てない。普通の窓口では買えないですよね。窓口で買えますよ。買えます？はい。大阪ではね、千何本までしか買われへんかったんですよ。こっちだと買えないんですけど、近距離の券売機とこの普通の距離買える券売機と別々で、こっちだと買えるので。あ、ほんなら一緒一緒。はい。何が悪いんだ。切符ない。切符も出てない。出てないね。普通の券。Thank you.
あ、全部切符が出てない。ちょっと切符が買えないです。早起きてよかった。結局お金が詰まって買えなかったみたいです。二度でま鼻水出た。開いてた。8時11分、今7時43分。早すぎた。ちょっと鼻水拭こう。近くにホテル、長谷ホテルあるけど、泊まって優雅な気分を味わってみるか。なんかね、あれ、いろんな体験をしてみたい。体験ちゃう、なんや。なんか旅に出たい。でも近くはがいい。なんか京都がちょうどいいぐらいのね。また京都河原町ユニゾで泊まろうかな。あそこな、ボディーソープとかみんなシトラスやねんな。それがちょっとネック。今回もハンドソープ洗顔料がシトラスでした。これは持って行ってたんで大丈夫だったんですけど、もうね、浴場の小浴場のシャンプーリンス、シャンプーリンス、ボディーソープはフローラルなんとかの香りで良かったです。誰が来たらどうしようと思ったら焦って入りました。料理少ないからあんまり長いことすくんでられへんでね、もう終わりって感じ。だからなんかもったいないよね、私が湯船入ったら。電車来るまで待ちましょう。鶴ヶ駅、駅普通列車です。何分ぐらいかかるのかな。1時間ぐらい。優先座席が取れました。景色もいいです。
トイレはないのか、ここは。前の方にトイレあると思って前に乗ってんけど、あれへんかった。ちょっと日本の車掌から行きますか。車窓から。大阪まで3410円で同じだと思ったら2200円、自由席でかかるそうです。それは痛いな。今回はタクシー乗れなかったからだいぶ抑えられたかと思います。雪国舐めたらあかんな。何も降らんかったらよかったのにな。もっとうろうろできたのに。そんなにうろうろしようとは思わんけど。なんか目的探してまた近くへ列車の旅行きたいね。ちょっといつも4泊するんで姉に悪いなと思うねんけど、猫の世話頼まないかんから。夜帰ってくるの9時頃やから、なんか申し訳なく思ってます。今度は姉が行くらしいですけどね。何日か忘れたけど、来年かな、奄美大島に行くって。ウォークで、ウォーキングで。いつも日帰りでウォーキングのやつ行ってるやるねんけど、旅行者が作ったねコース歩くっていう、それ行ってやねんけど、もうだいぶもう回って奄美大島になったんかな。いつも日帰りなんやけど、今回は1泊か2泊してくるみたいです。え、奄美大島って山多いからしんどいで言っててんけど、姉はもっと平たい山島やと思ってたみたいです。ね、姉もたまには旅行せんとね。二人で行くのは無理やけど。母がね、60歳ぐらいやったらね、ご飯やっててなって頼めるんやけど、もうね、81なんでね、そこまで量頼まん。せっせとおやつはやってるけどね。おかげでめっちゃピカチュウがめっちゃ太ってきました。またなんぼご飯少なくしてもおやつやったら一緒やつやでな。怖いわ。最初は私が煮干しあげてたんですよ、おやつに。ほんだら言うと何かなんか自分の係みたいにしてもらって、煮干し買ってきてって買い物行く時とか言うてくるから、猫にやるんやったら買えへんでって言うて。
やりすぎなんで、一日本やったらいいけど、バラバラバラってばらまくんですよね。もうそれ一食分やって言うて、何回も言うたんやけど、あかんかった。お光が差し込んでます。雪景色。やっぱり雪の上はね、は溶けてないですね。久しぶりに雪噛み締めましたね、昨日。だいぶドライヤーで靴乾かしたんですけど、まだ湿ってるの。今回は試練の旅やったわ。ライブ行くのに豪雨、傘潰れる、タクシー捕まらん、雪に降られながら、吹雪に降られながら20分歩き続ける、駅でも並ぶ。ちょっと冬雪なんて全然降れへんやろと思ってたんで、甘く見たら飽きませんね。もう今度から考えよう、もうちょっと。患者にも今日帰んのかな。東京よね、やっぱり。なるちゃん大阪行っててね、サタデープラスで。すごいね。1万人やったら武道館ぐらいなんかな。多分1万人ぐらい入ってたと思うんやけど。あ、でもセットでちょっと壊れるか。今回もちっちゃいながらも日がボーボー出てました。青い日と赤い日と、あと銀テープね。今回のただの銀テープちゃうかな。あんまりこうわーって持ってるはるの見たことなかった。私規制退場って知らんで、もう終わったらさっさと席立って出てってしまいました。で、規制退場ですって声が聞こえて、あれと思って、もう出てもうたと思って、ルール違反しました。ごめんなさい。でもまた雪に降られて帰りました。コンビニでもあったらまたもしやねんけど。あー、綺麗な煙、これ霞に。雨だれが起こった、雨崩れが起こった。
ばい。この辺でちょっと切りましょうかね。またすぐつなぎます。やばいです、切符がありません。落としたんかも。携帯のところに入れてたから、携帯何回も取り出したから、その時落としたんかも。3410円が消えた。悲しすぎる。悲しすぎる。なんかマスク直したりいろいろしてたよな。どっか入れてないかな。あ、すいません、切符なくしたんですけど。どちらからは？福井から、はい、あの大阪の方までなんですけど。大阪県のみでしょうか。そうですね。これってどうやったらいいんかな。もう一度その落ち着いて。ここに入れてたのがないんですね。多分携帯出した時に落ちたかなんかだと思う。ここで携帯出されました。ですね。どうしましょう。なんかあの変えたりできます？そうですね。一応こちらでご用意することができまして、うん、もし元々買われてた切符が見つかれば、手数料220円差し引いて戻しするという。多分ないと思う。よく探されました。はい、ポケットとか、ポケットは大体見ました。でもそれでもなければ、最初買った切符と同じ切符買っていただくしかない。ないですね。もし見つかったらまた払い戻しもできますし。多分、もう前にも落としたことあるんで。あ常習犯で。買いますわ。困りました。すいません。福井から大阪。福井から徳庵で3410円。まもなく武府です。乗り車は右側です。3410円でございます。